最低最低最低女子話って面白いですね。好きそうだね。好きですね。擁護したい、俺は。人様に感謝も忘れてはいけないなという、はあ、ことを思い始めてた矢先にまた軽く天狗にはなってましたね。お疲れ様です。飲みます。オレッティビール飲みます。早く飲みたい。今日は暑かったから早く飲みたい。おお、いい感じ。いいね。はい、乾杯。疲れた。若干昨日のお酒が残ってる気がするけど、そのまま一周してつながればいいやって思ってます。ああ。これ今日ね、一人じゃないんですよ。一人なふりしてるけど、開けます。どうぞどうぞ。すいません。どうぞ。じゃあちょっと、お邪魔しますね。いやー、なんか変な感じ。いや、本当にぬるっと始まりましたね。いつも俺が見てるまんまでした。そう、いつもこんな感じです。もうでも、この感じでいきましょう。てか本当にあれなんですね、俺 YouTube 見てましたけど。ありがとうございます。部屋真っ暗でこの照明一個でやってるんですね。なんかマジで一人で来ましたね。あ、僕の方はもう今日は一人で、うん、はい、大島さんの自宅に上がっていいっていうことだったんで、はい、もう僕からしたらあの見てたとこに来れたんで。あ、そんななんかいつも見てますみたいな、こうテレビの見てます。全部はごめんなさい、見てないんですけど。いい、全然、うん、最初なんで見たんだっけな。失礼ですけど、その大島さんの名前で調べて、うん、見たって記憶がないので、なんかでも勧めて出てきたら、この人フジテレビのアナウンサーだった人だよなと思って、でパッて見たら、はい、すっげえ家でなんかバッサバサなすっぴんで一人でビール飲んでる動画がもう無性に面白くて。ありがとうございます。で、なんかバイクとかもそうそう、バイクやってたっていうのもあるし、うん、で、この間番組で一緒になったんですね。そう、そこでなんかそれで俺がもう見てますよ。そう、ありがとうございますっていろんなことから、はいはい、しかもその番組も飲む番組だったから。そうなんですよ。なんか、じゃあ今度 YouTube 出てくださいよってダメ元で言ったら、あ、いいですよって言って。いやいや、全然俺出たかったから。いや、でも、いや、僕もなんかもらっていいですか。そして、ずっといや、あのね、招き慣れてないの。いやいや、いいんですよ、やりますから、自分で。いや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 、本当に本当に。ね、てかね、っていうか、あの、ありがとうございます、差し入れ。どういう…え、冷蔵庫の中全部お酒ですよ、ね、びっくりしましたけど。野菜室の中に全部。あ、じゃあせっかくだから、なんかその、いただいていいですか。これが一番飲みやすいんじゃないかな。クラフト系の、もうこれありますか、ね。はい、もちろん。そのいいですよ、そのね、テレビじゃないから。そう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 。そのね、お酌してとか、そのやめましょう。うん、いただきます、うん、なんかさっぱり系です。へえ、全然俺詳しくないけど、とりあえず変わったやつだけ買ってこようと思って、うん、ありがとうございます。どうぞ。お疲れ様です。すごい。うん、お、いける。飲みやすい。あ、よかった。え、 YouTube 今どんぐらいやってるんですか。2月で2年。まず聞きたいですけど、その、うん、やっぱなかなか衝撃的な最初 YouTube でしたよね、うん、そのこれ別にあれですけど、いわゆるね、うん、女性アナウンサーさんといったら、まあこうキラキラした花形なこうイメージ、うんうん、いや、イメージじゃなくて分かるでしょ。まあまあまあ分かる部分もあるんですけど、いやいや、一般的なイメージですよ。もう酔っ払ってんですか。で、大島さん別に俺多分フジテレビ時代も共演したことなかったんで、うん、多分
直接は面識なかったけど、うん、いわゆるまあアナウンサーっていうイメージが僕の中であったんだけれども、それがこう本当一人で管巻いて酒飲んでるっていう、そうそう、ね、あれはなもうあえてああいうことやろうと思ったんですか。いやなんか、はい、せっかく自分のチャンネル作って自分のやりたいことできる、長く続けたい、うん、でじゃあ何しよっかなっていうのをちょうどここでこういうふうに飲みながら考えてたんですよ、はい、これだと思っていやこれだじゃない、これでいいじゃん、まあ、偏見かもね、確かに僕の凝り固まった女性アナウンサーのイメージかもしれない、なんか、うん、もうすごい専属のメイクさんつけて、うんうん、それ用にしっかりメイク仕上げて、うんうん、照明もこんな暗いとこじゃなくてもっとこう炊いた上で方向から、ね、ちょっとお店入りますとかってやってんのかなと思って、うん、もう自分の手ぐしでバッサバッサってあー今日も疲れたみたいな、俺衝撃すぎて、ね、だけど、うん、同時にめっちゃ面白かったんで、いやよかった、なんかありなのかな事務所的にって思ったらすんなり通ったから、ありだったんだありなんだって、なんかたまには、はい、すっぴんになっちゃったり、なんか後ろの生活感がね、うん、出ちゃったりっていうのもあっていいよねみたいな、はいはいはい、いざ回してみたらもう初回からすっぴんになって、うん、もうぐちゃぐちゃの部屋で飲んでるっていういやたまにはっていうかもう全部そうです、そう初回からやっちゃったからすっぴんチューブになっちゃった初回からやっちゃったからもういいやと思って、はい、まあ俺逆にごめんなさい、大島さんのフジテレビ時代そんなに存じ上げなかったから、うんうん、滝くりさんみたいにこう斜めのそう斜め45度のやってたんだ、ごめんなさい、全くその大丈夫イメージが大丈夫わかなくて、いや全然もう、ね、もう親近感しかないから、あよかったよかった、でもその振り幅あった方が面白くないですか、ね、多分わかんない、アナウンサー時代のファンの人も喜ぶんじゃない、だってそういうとこ見たいっすもん、ね、女子アナウンサーがすっぴんでお酒飲んでる姿見れないから、そうなのね、はいはい、っていうか、入社式の時、オリラジだからね。え？どういうこと？富士の入社式って、はい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 、結構華やかに、大々的にやるじゃないですか。富士の入社式。あ、入社式俺ら挨拶行きました？いや、挨拶やってたどころか、はい、武勇伝めちゃくちゃやってました。いや、俺多分ね、当時富士テレビで、番組やらせてもらってたから行った記憶あります。そう、2007年度入社で、ちょうど2007年の、その、入社式の時に、なんか今年の入社式は誰々ですって、結構その大物な人たちが来てわーって盛り上げてくれて、で、次の日の新聞一面みたいな、スポーツ紙一面みたいなの流れなんですけど、なんか。あ、そう、そう、あの時いたんですね。でもそっか、ショーパンがやっぱ同期で、ちょっとバラエティでね。圧倒的バラエティ情報も、え、なんで、その同期に誰かがいて、うん、その人がそっち行ったらやっぱ違う道に行かなきゃみたいな。そういうのあるんですか？もうなんか空気がそんなある、聞きたい、いろいろその同期にでもパンがいる人たちっていっぱいいるわけじゃないですか。はい、だから私はパンじゃない方アナって私はじゃない方なるんだ。じゃない方アナって私は勝手に名付けて呼んでるんだけど、はい、どこで察したかって、うん、内定の電話もらって、うん、富士に行って、うん、富士の会議室でガチャってドア開けた瞬間に同期が初めて分かるんです。で、そこに翔の陽子、中村光弘と今やもう夫婦の2人がいて、うんうんうん、そこで、あ、この同期か、なるほどねって、もうそこで私は察しました。察するの、うん、へえ。もうなんか最終試験の時に、うん、まあ、8人ぐらいか、はいはいはい、絞られるわけですよね、うん、で、そこでなんか次々スタジオに入ってていろんなことをこうさせられるんだけど、こう誰が一番キャラ被ってないかなって思って強烈に覚えてたのが小野だった。なるほど。で、ちょうど向かい座ってて、で、私が女性の最後だったの、はい、で、男性の最初が中村みつだったの、はいはいはい、その中村みっちゃんと小野陽子と私の3人で、はい、待合室でめちゃめちゃ3人で盛り上がったなっていう記憶があって、うん、だから覚えてて、うん、で、内定者誰なんだろう、同期誰なんだろうと思ってガチャッと来た時に、うん、なるほど、なるほど、あー確かにキャラ一番被んないもんねってことは私はバラエティじゃないなっていうのはそこで察した。やっぱ富士もあるんすねそういう。めっちゃある、めっちゃある。富士は一番わかりやすいかもしれない。やっぱ
早かったっすもんね、パンがね、やっぱそう、ショーパンっていうのができて久しぶりに、だからパン、あ、パン久々だったでしたっけ、え、あやパン、その前はあやパンの次開いたんだ、そう、何年か開いて、ショーパンさんとかいて、そう、あやパンさんいて、開いて、ショーパンだ、そう、で、まあ、の同期、そう、の同期、そしてやっぱいろいろ感じるものがあった、あ、感じるものあったし、まあ、全然、ね、でもその新人の時から報道の現場どんどん行かせてもらったっていうのを、うん、今は感謝だけど、うん、何してんだろうなみたいな感じはすごいあった、そうなんだ、超あった、まあ、報道志望っていう人ももちろんいるからね、うん、あれだけど、自分としてはバラエティ行きたかったからちょっとそこにカットあったけど、うん、そう、あとパンで言うと、うん、ショーパン、カトパン、カトパン、あとはミタ、ミタパンは、ミタパン、陣内さん奥さんのミオパン、あ、ミオパン、ミオパンもやった、あ、ミタパンね、ミタパン、最近もう、あ、結婚して退社した、退社した、退社した、した、した、うん、っていうこうなんかちょっと面白いですね、今度パンの同期だけ集めてお話ししてみたいですね、それはね、それはそれは華やかよやっぱ女子話って面白いですね、いや、うん、好きそうだね、好きですね誰々の同期って大好きなんですよね、そうなんだ、はい、ちょっとこう、うん、言ったら光と影じゃないですけど、光が当たっていろいろいいなみたいな、こう羨む時もあるけど、うん、結果なんか長いことやってたら、うんうん、今度こっちの人の方がこうスポット当たってとかっていう逆転劇もあったりとか、それこそオリラジの同期って誰、誰に、あ、僕らですか、うん、僕らは、ハンニャ、あ、フルーツポンチ、トレンディエンジェル、はいはいはい、今だとあともうインポッシブルとか、味わい深いな、芸人さんの同期は本当に、まあ、変な話、僕らの同期ももう最初多分すごい嫌だったと思いますよ、うん、まあ、はっきりやっぱ NSC 時代に講師が言うんですよ、もう今年オリラジが出たから、うん、もうあとはいらんぐらいのことを言うんですって、へー、まあ、1年に1組売れたらもう上出来やから、売れない年もあるし、ましてもうオリラジがすごいいったから、うん、もう君らは別に混んでもええぐらいのことをやっぱ言われたと、だまあそういう意味で反骨精神もあったり、だからあんまり同期長くなかったですよ、それはね、ちょっとえげつないぐらいオリラジ最初に出てきた感じは、そうで、仲良くないし別に仲良く思われなくてもこっちは関係ねえぜぐらいに思ってたんで、めちゃめちゃ嫌なやつらでした本当に20代の前半のオリラジめちゃめちゃ嫌なやつだったと思うんですよ、わかりやすく天狗、うん、ああ僕22でデビューして、うん、1年目でいきなりその学生の時住んでたところから、うん、一気に中目黒のなんか高級マンションみたいなとこ引っ越して、車乗ってエグザイルマンションではないけどゴルフバッグ担いで、でなんか女優さんとフライで撮られちゃって、やな感じ、やな感じでしょ、22でそれやってますから、いや、やな感じ、あで、いや、ちょろなあげんかいって言ってましたもんね、平気で、はぁ、相当やばいし痛いやつでしたよ、自分で天狗だなって分かりながら天狗してたの、いや、もう分かんなかったですね、これが天狗なのかどうか、本当に本当に、いや、もう今思えばマジでやばいし、うん、自分として恥ずかしいけど、やっぱそれがね、うん、学生だったやつがいきなり22でデビューして、うん、人気もこうお金も手にしてしまうと、うん、本当わけ分かんなかったですよ、何年ぐらいでやべえなって思いました、いや、完全にやっぱ一回仕事が全部なくなった時でしょうね、それがだから 4,5 年経った時に、うん、笑っていいと思うがそれこそ最後のレギュラーだった、一時期十何本やってて、で冠もそのうち半分ぐらい冠番組やってて、うん、でも1年で1つ減り2つ減りになって、うん、で笑っていいと思うがいよいよ最後のレギュラーですって、それも終わりますってなった時とかはもう本当にあやばっ、へー、幻だった全部って、よくそっから持ち直したよな、すごい、そっから本当に分かりやすく人に頭下げるようになこぼした面白すぎてこぼした、マジで、もともときっかけは自分たちのネタだったとはいえ、うん、それ以外は会社のあれだったりとか先輩のおかげだったりとかっていうことをちゃんと認識するようになって、へ、人様に感謝を忘れてはいけないなということを思い始めて
った矢先にチャラ男がまたなんかブレイクしてああそっかチャラ男か、はい、そうかそうチャラ男でまたバーンってなったんでいいとも終わった翌月にそれがなんかブレイクしたんでまた軽く天狗にはなってましたね学んでない学んでない飲み終わったなちょっとはいいいですかもちろんもちろんあっていうかサーバーあるけどサーバーえいや俺びっくりしたんですなんか家にサーバーあるからビールサーバーちょっと大島さん酒好き好きとは聞いてたけどうんそうですうわっ何これめっちゃ美味しそうについてくれてるそう、 そうこれがビールサーバーの良さだからすごいねでもやっぱりもうあれ赤いっすよいいな赤くなんのいや恥ずかしいよ本当に赤くなるのなんか恥ずくないですか赤くなる赤くなった黒いじゃんそっちはそうあ2種類あるってことそうそうそう2種類え何ほんといつもビールいつもビールもう最初から最後までビールうん、うん、これもめっちゃフルーティーおよかった飲むいけるいけるいけるよかったねビールは結構好みが分かれるしね、ビールそうっすね、あんまりって人もいるからよかった確かにああいやーちょっと酔っ払ってなんかいろいろ変なこと喋ってないかな大丈夫でしょ大丈夫でしょえだってまだねどの女の子の家に行ったかっていう話とかしないっすよそんなのしないの酔っ払ったからしないのしないでしょしないの20代20代の天狗の時に一応遊んでたまあまあそりゃそうよね、うん、やっぱあの時はもう無敵状態だった別になんか何やっても許されるだろうみたいなほら今はさ、うん、またなんか時代もあるしコンプライアンスもあるし、うん、あの当時まだ SNS なかったから確かに確かにまあ遊び放題だったんですよ本当にそっかでもいやまあそんなこと言ったらアナウンサーってモテるじゃないですかいやーって言うじゃないですかモテるでしょう、まあ、モテてたらここに行き着いてないなと思うから肩書きがね、うん、逆にハードル上げてるよね、あまあ確かにね、うん、勝手なイメージですよ、うん、なんかやっぱアナウンサーの方をお食事誘ったら、うん、まずね、うん、それなりのレストラン予約しないといけないんだろうなはいや絶対あるよそうなんだ別にそのなんだろ う, そうなんだ俺が普段行きつけの、うん、あの提灯ついた焼き鳥屋にはいきなりは連れていけないだろうなって勝手なイメージ ね,、まあ、ねでもやっぱそういうとこを一緒に行きたいって言ってくれる人はやっぱ嬉しいなとかって思うけど、うん、やっぱアナウンサーそうなんだ結構みたいな言われそうじゃんなんかそうねお高く泊まってるイメージはあると思うあるけどそれはあるよあると思うけど高根の花感もあるしねそうなのよね、うん、でも多分ね多分、はい、分かんない私辞めてからいろんな人にいろんなこう話を聞くんだけれども、うん、みんなすごい肩書き楽しんでたどういうことどういうことちょっと詳しく聞きたいよいやなんか何肩書き楽しんでる肩書きをすごくこう、うん、なんだろうなかざしてかざしてるわけじゃないけどまあ本当だから、うんうん、なんかね多分私はそれで言うと、はい、もう胸を張って言えるのは日本一フジテレビアナウンサーという肩書きをうまく使えなかった使えなかったんだっていうああまあでもそうだってはめちゃくちゃブランドだから ねあるしね超最高カードなはずなのにもう要するにその一般的なことだけじゃなくてもう大企業とかさ、ね、そういうありとあらゆるところからもうそのパス持ってたらフジテレビアナウンサーのパス持ってたら、ね、まあ歓迎されますよ聞いたことあるもんすごいとこの上場会社の社長さんとやっぱ仲良くこう恋にしててねえみんなどこで出会ってんだろうマジでと思っていやいや、ね、そういう会があるんでしょきっとね港区界隈できっとレインボーブリッジを渡ったその辺で、うん、なるでやっぱ多くないですか結局そういう社長の人たちとか、うん、収まるよねでもなんかそれをねよく批判的に言う人もいるじゃないそれはまあいや半分やきもちですよ、うん、だけど逆に言ったら、うん、その一般的な会社員の人が出会う方が確率的に少ないから、うん、だって仕事柄そういう企業の人たちと会食もするしスポンサーだったりもするしそう、ね、だ自然っちゃ自然なのよ、うん、あの職場結婚まではいかないけど、まあ、近しい、はいはい、だしまあプロデューサーを介してそういう食事会があったりするじゃん実際だから別に何にもそこに批判的な思いはないなんでまた社長かよとは思わないあそれが自然の出会いだから職場結婚みたいなもんだからうん、うん
それをやれさ、うん、なんで結局社長会話で、いやそういう金持ってるからとかじゃなくて自然な出会いなんだよ君たちって俺は言いたい。なるほど、擁護したい俺は女性アナウンサーを、うん、超味方社長と結婚する女性アナウンサーを擁護したい。なるほど、うんうん、でもみんなねだからそれで幸せになってるからいいのよ、うんうん、それでねお互いが納得する形だったら別にね、いい人の評価で結婚なんてするもんじゃないから、まあ、また、うん、新たなパートナーを見つけるみたいなこともでも考える、うん、どうなんだろう、探そうと思って探さない。まあでもそなかなかそんなそれに時間割けないもんね。仕事あるでしょ、そうそうで子供の学校のこととか、でもそれにフィットする人しか無理だもんね、うん、なかなか難しい、ない本当にない。でも番組の人と会食になったからちょっと、うん、っていう風な息抜きが、息抜きというかまあちょっと違う世界を見る時間っていうのがまだあるからすごく恵まれてるなって思ってて、ね、うんうん、なんかやっぱりねもう本当それしか選択肢がない人はもういっぱいいっぱいだろうなっていうのはすごく感じる。うん、まあ、そういうでもね一人で育ててるお母さんもいっぱいいるでしょ。いっぱいいるし、もう仕事と家のことだけって、そう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 、そう、それに比べるとっていう人がほとんどだろうなって思うから、うん、私はすごくそういう意味では環境的にもなんか状況的にも恵まれてるなって思う、うん、思うけど、やっぱねこの仕事はそれこそいつ減るか増えるかっていうのがかなり水物だから、まあね、わかんないから、ね、まあ、そこはもうなんか、うん、頑張れる。そんなにまあ今積極的に積極的にはそういう出会いが欲しいとかっていうことではないんだ、うんうん、そうだからもうここに依存だけはしないようにしようと思ってて、まあ、子供は子供の人生でいつか自立していくから、はい、じゃあその自立した時に自分がちゃんと楽しい人生を送れるかなっていうことをちゃんと視野に、遠くの視野に入れながら生きてはいようとは思ってる。なるほど、うん、とは思ってるけど、はい、今はまだちょっと子供にべったりだなって。臭いだからね。そりゃそうでしょ。超かわいい超かわいい。もうなんか映せないけどなんか誕生日のそう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 装飾とかしてあって愛してますね。唯一無二だよ本当に。やっぱその感覚はね、うん、人生で一度は味わいたい、うんね、逆にどうしたらいいですかね私40になってでも40、うん、男性の40なんて全然若いよ、うん、若いしようやく楽しいんじゃないですか。まあ、こういう仕事してるってのもあるかもしれないけど、うん、なんかそこまでこう世間でいわゆる40の扱いじゃないのよ、うん、おじさんみたいな。そうね、なんか それこそ多分武勇伝って止まってるよね、なんか年齢いやそんなに、うん、いやでもすごいそんなにいける。そう、うん、でもだけどなんかそれなりにこう、うん、別にモテなくもないし、うん、いやそりゃそうでしょう。だから、うん、より結婚がこう遠のくというか、うん、いやだからもう70ぐらいでいいんじゃないじゃあ加藤チャーさんスタイルでやったそうそうそう、一番いいと思う。その時に20代のお嫁さんもらう、うん、一番いいと思う。男性それできるかずるいよね、子育て大変じゃない70。大変だと思うけど、うん、楽しむ分だけ楽しんで、あとはもうなんかね、お金に余裕があるんだからお金で頼れるところはお金で、まあね、確かに、うん、そこはね経済回そうよ。もうむしろそこだけは心配ないように蓄えとこうって思う、うん、一人だけども好き放題使うんではなくて、うん、そこだけちゃんとまだ見ぬ奥さんと子供のために偉いだけは最悪働けなくなってもいいぐらいのすごいものはもう高いと思う。すごい、え、いくら貯めてんですか。いやいや、上かいそんないくらですか。いやでもそれはそういうのはちゃんと貯めようかなと思う。堅実、うん、土台だけはできてるね。土台だけは、だからもういつでも来てちょうだいって感じだよ。なんかいないかな、いい女子アナウンサーいないかな。最低最低最低いない最低おはぎゃー。